部と佐藤がよく関わってますね。はい、右こぼれ押し込めない。さあで梅木のところだ。落として左足振った。収めて下げた川野、1人かわして左足のエリア内、加藤近いところ川野、川野のシュート、そして最後押し込みました。辛抱の巻いたボール、コースが変わる、ゴールイン。立ち上がり前半の4分、コーナーキック、辛抱のボール、若月が当たったが、ここでスルーパス、川野、川野の左足ループ。山口はちょっとラッキーな形も入ります。局面では落ち着いてプレーできましたよね。まあ、この後若月選手のリカバリー入るんですよね。体勢崩してましたけど、あの立て直してしっかりパス、青選手も。さあ吉岡助けに行った前、吉岡のクロスボール、外でヘディング。ったですね、カノ選手ハットトリック、まあ、近い、まあ、よく見えてました。ここからクロスが入ってくる、ヘッド、川野浩太先制アウェーの山口。時間ありましたもんね、止めてからパッと顔を上げて、で中の動き出し、川野、まあ、いわきの選手たちがね、こう目線の中に入ってきたので怖さはあったと思うんですけども、ただフリーちょっと前に持ち出してマイナスのクロス、止めてシュートだ。裏を狙ってここで川野前を向いた、川野右足のシュートだ。この期待に応えれるかですね。前のクロス、外で待っているぞ、川野のフィニッシュ、もう一回川野だ。レナファの四方、川野コーター、 This is 川野、斜め45度、右足コントロールショット、均衡を破れました。クリアが不十分、まあ、最初の、ね、ブロックは良かったんですけども、その後、まあ、ここよくね、まあ、お忘れ向きにトラップみたいな感じになりましたけれども、